タラス・アレクサンドロビチ・ブルラークは、ロシア・ウラジオストク出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはディフェンダー。FC ・アルセナル・トゥーラ所属。2007年から FC ・ロコモティフ・モスクワに所属。2009年シーズンは、経験を積むため FC ・ボルガニジーニ・ノブゴロドに所属した。2010年シーズンは、ロコモティフ・モスクワに復帰し、シーズン途中から、 トップチームに昇格。2011から12シーズンは、有利クラスのジャンが監督に就任すると、レギュラーを確保した。2014年1月30日、ユース時代から10年間過ごしたロコモティフモスクワを退団し、オンシリナとビリアレトディノフ率いる FC ルビン火山に移籍した。2018年1月16日、クリリア・ソベトフ・サマーラに移籍した。 2020年8月15日 FC アルセナルトゥーラに移籍した2011年6月 A 代表初招集を受け6月7日カメルーン代表との親善試合で代表デビューを果たした2011年6月現在の A 代表選手が東欧より出身の選手がほとんどの中ロシアの極東部ウラジオストク出身の A 代表選手は 極めて稀なケースと言える。ブルラク、恩師が率いるルビンに遺跡 UEFA.com、2014年1月31日、閲覧。ありがとうございます。